カドマス・エム・ウィルコックス、カドマス・マーセラス、ウィルコックス、A、キャットマス・マルケルス・ウィルコックス、1824年5月20日から1890年12月2日は、アメリカ陸軍の職業軍人であり、米国戦争に参戦し、南北戦争では、南軍の将軍になった。ウィルコックスは、ノースカロライナ州ウェイン軍で生まれた。兄の一人が、 ジョン・アレン・ウィルコックスであり、後にテキサス終戦室の第1回アメリカ連合国議会議員を務めた。カドマス・ウィルコックスがまだ2歳の時に、家族はテネシー州ティプトンに移転した。テネシー州で成長し、教育を受け、カンバーランド大学で学んだ後、メンフィス地区からウェストポイントの陸軍士官学校入学を指名された。1846年に、 同期五十九人中五十四番目の成績で卒業し、七月一日に、第四はアメリカ不評連隊の名誉少尉に任官された。ウェストポイントでの同期中には後に、南北戦争で将軍となったジョージ・マクレランや、ストーンウォール・ジャクソンがいた。この頃米ベボク戦争が始まっており、ウィルコックスは1847年に、モンテレーで第四アメリカ不評連隊に合流した。 ジョン・エイク・イットマン少将の側近に指名されベラクルス、包囲戦やセルロ・ゴードノイでハ副官として働いた。チャパルテペクの戦い、ベレンゲートでの作戦及びメキシコシティの戦いでの勇敢な行動に対して、9月13日に中意への名誉昇進を果たした。メキシコでの戦争が終わった後、1851年8月24日に正式に中意に昇進した。 1852年秋、ウェストポイントに戻り軍事戦術の教官法を務めるよう命令を受け、これを1857年夏まで続けた。この時健康を害していたので、鹿で12ヶ月間ヨーロッパに渡った。ウェストポイントに戻った後、ライフル銃とその発砲についてマニュアルを出版し、これがその教科の標準教科書になった。ビルコックスはオーストリア軍で実行されている。 不評展開に関する著作を翻訳し、出版もした。1860年にニューメキシコ巡州での任務を命令され、12月20日に第四不評連隊の隊員に昇進した。ニューメキシコ巡州で勤務していた1861年6月、ウィルコックスはテネシー州がアメリカ合衆国から脱退したことを知った。 アメリカ陸軍からの退役を申し出た6月8日に承認後バージニア州リッチモンドに赴きそこで3月16日付で南軍砲兵隊の隊員に任官された後に大佐に昇進し7月9日には第9アラバマ不評連隊の指揮官を任されたウィルコックスはその連隊と共に7月16日にジョセフ・ジョンストン巡将のシェナンドー軍に合流し pgt ボーリガード巡将のポトマック軍を支援するためにマナサスに抗軍した。これは7月21日に第一次ブルランの戦いが行われる直前だった。10月21日に巡将に昇進し、第三アラバマ、第一ミシシッピ及び第一バージニア各不評連隊と砲兵一個大隊からなる一個旅団の指揮官となった。この旅団は 北バージニア軍第一軍団のジェームズ・ロング・ストリート少将が指揮する手段に割り付けられた。1862年の半島方面作戦では5月5日のウィリアムズ・バーグの戦いで目立った働きをした。セブン・パインズの戦いではウィルコックスが2個旅団を指揮し、6月27日7日間の戦いでのゲインズ・ミルの戦いでは3個旅団。 彼自身の旅団にフェザーストーンとプライヤーの旅団を合わせて指揮しきた。6月30日のグレンデールの戦いでは、ウィルコックス指揮下の連帯指揮官が全て戦死し、ウィルコックス自身もその衣服を貫通する銃弾を6発も受けたが何とか負傷は免れた。7日間の戦いにおける、ウィルコックス旅団の損失は、ロングストリート師団の他のどの旅団よりも大きかった。 その後来たバージニア方面作戦、メリーランド方面作戦さらには12月のフレデリックスウグの戦いで、ウィルコックスの旅団は重要な戦闘に参加することはなかった。1863年5月のチャンセラーズビルの戦いでは、リチャード・エイチ・アンダーソンー少将集団の一部として、北軍第6軍団がフレデリックスバークから西に進軍するのを遅延させ、さらに、 セーラム協会の戦いで遅らせた。この戦闘直後の5月30日、ウィルコック旅団はアンダーソン師団ともども新しく結成された AP ヒル中将の第三軍団に組み入れられた。ウィルコックスの部隊は1863年夏のゲティスバーグの戦いに参戦した。2日目の7月2日、弱っていた北軍戦線へのウィルコックス部隊の突撃は、 1> 第1ミネソタ志願不評連隊の自殺的に勇敢な反撃に食い止められた。この戦闘の3日目で、ウェストポイント時代の同級生、ジョージ・ピケット少将の突撃の時、ウィルコックス旅団は、ピケット師団の右側面の支援として動いた。北軍、フリーマン・マック・ギルバリー指揮下にあった、セメタリーリッチに据えられた大砲からの激しい放火を浴びて、ウィルコックス旅団の襲撃は、 容易に破られ、交代を命じることになった。ゲティスバーグで、ウィリアム・ペンダーが戦死したことにより、ウィルコックスは1863年8月3日付で、少々に昇進し、昼の第三軍団下にあるペンダー師団の指揮を任された。ウィルコックスの新しい部隊には、レインのノースカロライナ旅団、トマスのジョージア旅団、マクゴーワンのサウスカロライナ旅団及びスケールの ノースカロライナ旅団がつけられた。戦争の残り期間、ウィルコックス師団は、オーバーランド方面作戦からアポマトックス、コートハウスまで激しい戦闘に参加した。1865年のピーターズバーグ包囲戦の最終段階では、4月2日にグレッグ取り出で、ウィルコックスの残豪戦に入った最後の抵抗により、北軍の進撃を遅らせ、ロングストリート軍が、 南軍の西方への撤退を遮蔽するために陣地に移動する時間を作った。南北戦争が終わると、ウィルコックスはエジプト軍で順将としての指揮官職を提案されたが、それを断った。1886年、グロバー・クリーブランド大統領が、ワシントン DC における政府の鉄道局長に、ウィルコックスを指名し、ウィルコックスはこの職を退職まで続けた。 ウィルコックスは生涯独身を通し、アニジョン・アレン・ウィルコックスが1865年2月に急死した後はその未亡人や幼い子供たちの面倒を見た。ウィルコックスはワシントン DC で66歳の時に死に、そこのオークヒル墓地に埋葬された。その棺を担いだ人の中には4人の元南軍将軍と4人の元北軍将軍が含まれ敬意を表した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。